また音楽の仲間も。私はアメリカから来た。ジャニーさんのため のお別れ会のために東京に来ました。1985年から初めて渋垣隊の曲、最近キングプリとセクシーゾーン、美少年、ストーンズの曲も作曲してる。ジョイ・カルボーンさんはアメリカ在住の作曲家。80年代からジャニーズアイドルたちに100曲以上提供してきたといいます。その中にはカトゥーンのヒット曲も。ジャニーさんもちろんとても夢すごい力あったけど、プライベートのジャニーさんは、人間のジャニーさんはすごいマメな人、すごい優しい人